いらっしゃいませ、ダンディセカンドハウスへようこそ、オーナー兼バーテンダー兼、フロア兼平社員のジュンです。今日もよろしくお願いいたします。で、今日はですね、前回からも、前回はジントニックというカクテルを作ったんですけども、その前の動画でもお話しましたが、今日はウォッカを使ったカクテルを紹介していきたいと思います。今日作るカクテルは、ウォッカを使ったカクテルの中でも代表的なものですね。スクリュードライバーを作っていきたいと思います。スクリュードライバーは、ウォッカをベースにしてオレンジジュースを、満たして、ステアをして、完成という、シンプルかつ美味しいカクテルになりますので、ぜひぜひ見て、もし興味があれば自分でも作って見て、作っていただけたらどうかなと思いますので、よろしくお願いいたします。それでは早速いってみましょう。はい、それでは早速今日のカクテルの、スクリュードライバーを作っていきたいと思います。スクリュードライバーは、先ほども言った通り、ウォッカとオレンジジュースを使ったカクテルになります。今回使うウォッカはこちらですね。スミノフウォッカになります。これも酒屋さんに行けば大体どこでも売ってますね。1000円前後ぐらいなのでそんなに高くもないですね。お求めやすく、とても使いやすいウォッカになります。そしてあとこちらが今日使う果物の、オレンジ。僕はオレンジ、皆さんどうしても日本人だとオレンジっていうとこうみかんとかを想像するかもしれませんけど、僕はこちらの、ネーブルを使ってます。とても甘くて、後でまた話しますけど、絞りやすいですね。なのでこれを使ってます。これを1個使いますね。じゃあ早速作っていきます。まずはグラスに氷を入れていきますね。前回も話した通り、もう最初から、今時期が時期なのであまり手に触れなくてもいいように最初からロックになっているグラスを使ってます。本当は板氷を使いたいですけど、ちょうどいい感じに浸せるようになるといいですね。こんな感じでしていきましょう。そしてまずこれを絞っていきます。でこういうのを使います。これ100円ショップで売ってます。もう簡単にすぐに絞れるやつですね。では切っていきたいと思います。その前ちゃんと洗わないとですね。洗っていきます。で前回のライブの時も話した通り、ちゃんとふきふきしていきますね。ふきふきと、これで OK です。結構こういった感じですごく絞りやすいというか、身がぎっしり詰まっているんで、とても甘くて美味しいですし、絞りやすいということで僕はこれを使っています。多分どこでもスーパーとかでも売ってるんで、大体100円ぐらいで売ってますんで、ぜひぜひ。あ、普通のオレンジジュースでも全然いいです。市販の、ただし必ずオレンジジュース市販のものを使うときは 100% の使ってもらえたらと思います。どうしても 10% とか 20% とかのオレンジジュースもありますけど、それを使っちゃうととてもちょっとこう甘みが強すぎて、多分ウォッカの味がちょっとこう崩れてしまうので、100% を使う方がベターだなと思いますので、その時は、普通の市販のジュースを使われる時は、100% を選んでいただけたらいいんじゃないかなと思います。じゃあ絞っていきます。ここ絞るとすごく甘い香りが漂っていいですね。そ
これは今日のオレンジはいいですね。柔らかくて甘みが強そうです。ちょっと、で1個丸々使うのでこの半分も絞っていきます。よいしょ。で、絞れましたら、まずこちらのグラスの中にウォッカを入れていきます。大体40ミリから45ミリぐらいですね。よいしょ。今、ウォッカが入りました。そして、これに、絞った、ジュースを入れるんですけれども、中にはちょっとこういうレモンとかオレンジとか、あとまあグレープフルーツとか、絞った時どうしても種が一緒に入ってしまうんですけど、種が入るとちょっと嫌だなっていう方も多分いると思います。もちろん果肉が入ってそのまま飲んだ方が美味しいっていう方もいらっしゃると思いますけども、僕がお店で出す時は基本的に、なるべく種とかが入らないようにしますので、その時にはですねこれを使ったらいいと思います。これも100円ショップとかで売ってる茶こしですね。これをここに置いた状態で注ぐと。すると、茶こしの部分で、まあ当たり前ですけど、種とかが全然入らないようにここで止まるので、ここで綺麗にこしてこして、入れれば、そしてこの状態でフルステアをしますね。こちらは炭酸とかが入ってないので、結構くるくるっと気にせず混ぜてもらって全然いいです。なるべく手早くすると氷が溶けなくて冷たく冷やされる状態なので、味が薄まらずとても美味しい、カクテルが作れますので、あまり時間かけずに素早くやってもらえればいいと思います。じゃあこちらで、スクリュードライバーの完成になります。まあ、この上に果肉を少し入れてもらっても全然いいと思います。そこは本当お好みでやってもらえればなと思いますので、ぜひぜひ試されてください。とても甘くて、まあ、オレンジ、ネーブルの甘さとウォッカのすっきりした味わいが綺麗に合わさってとても美味しいカクテルですね。ぜひぜひ楽しまれてください。それではいかがだったでしょうか。スクリュードライバーを作ってみました。まあ、見てもらった通り本当に簡単かつ、もう本当美味しいカクテルなので、一番最初にもお話ししました通り本当に誰でも作れる、美味しいカクテルになりますので、皆さんも興味があればぜひぜひ、作ってみたらいかがかなと思います。今ちょっとまたね、12月入ってもう、今日で、2週間近く経ってますけども、またコロナウイルスがちょっと猛威を振るってて、なかなか外出するのも、難しい、まあ、雰囲気というか、時期になってますので、週末は家でゆっくりと、自分でカクテルを作って、楽しく過ごしてみるのもいいんじゃないかなと思います。最初、作ってる最中にもお話ししました通り、お酒、ウォッカーとか、ジュースとかは本当に酒屋さんに行ったらすぐに手に入るものばかりですので、まあ、そこちょっと買い物行ってですね、手にしてもらえればいいんじゃないかなと思います。ぜひぜひ、作ってみてはいかがかなと思います。それでは、今回はこの辺で終了したいと思います。それではこの動画を、帰ってきて、見てらっしゃる方はおやすみなさいませ。今から見て出かけられる方は行ってらっしゃいませ。本日もありがとうございました。